佐々木です。え、本日はね、セカンチャンネルの方で、あるところにね、相分析をしていきたいなと思います。本日が、え、7月18日ということで、え、昨日はね、トレンドラインの動画撮ったんですけども、まだ見てない方はね、ぜひトレンドラインの、基本ですので、基本プラス、その、基本では言ってないことですね。ただ単にそのトレンドライン来たら、売りですよ、買いですよ、みたいな、おしめ買い戻り売り。まあ、それは基本なんですけども、どういうところで、押おしめ買い戻り売りしたらいいのかっていうところとかね、ま、現在の相場に合わせて、 昨日の相場か、えー、昨日の相場上で、えー、実際ね、どういうところでエントリーした方がいいよっていう話をしました。えー、なのでぜひね、セカンドチャンネルの方にアップしてますので、こちらのチャンネルの昨日の動画、えー、ぜひね、見てみてください。トレンドラインは基本なんでね、えー、それも分からずにトレードするっていうのは、本当にもったいないというか危険なんで、ね、ただ単に、えー、無謀なトレードを繰り返してる可能性あるので、ぜひそちらはね、見てください。 で、え、ビットコイン総分析に関しては、え、メインチャンネルの方で話しましたので、え、そちらの方を見てください。え、ということで、え、セガンチャンネルの方ではね、え、リップル、イーサー、ビットコインキャッシュ、ライトコイン、え、の総分析。他にないっすけどね。うん。他の、え、銘柄でモナとかね、リスクとか、え、特に注目のある銘柄、コインチェックとかビットレイ見ても、え、特にないっすね。異常なし。 以上 <laughs> な話。ということで、あのー、リップルからいきます。リップルに関しても、えー、大暴落してから若干反発してると。一番下がった時で、やばいっすね。30.6とか59いくらとかですね。ここまで下がってると。全、え、年、ーね、戻ししてるわけですね。これは相当やばいっすね。なんで、あの逆に全年戻しして一旦リバーが来てると。なんで、ここは、 のあとは、えー、30円から35円でのレンジ、もしくは30円から40円でのレンジになるんじゃないかなっていうふうには思ってます。こういう感じ。えー、過去にこういうふうな感じで上がって戻しました。こういう風な感じで戻す。ただ、ここからどうなるのか微妙ですね。ここからビヨーンって上に行くっていうのはもう想定できないですね。短期的に、えー。1ヶ月後とかだったらわかんないですけど、えー、今後1週間でそんな動き、まあそんな動きになるんだったらまた、 えー、例えば40円、こう、ストーンって50円まで一気に上がっちゃう動きがね、こう一気に上がったら、少し下がったところですぐ買いたいなっていうのはありますけど、まあ、どうなんですかね、ビットコインがこの状況で、リップルだけビヨンって上がるってことは想定できない。ビットコインに限りライト、リップルに限らず、えー、イーサとか、ね、ライトコインとか、そういうストーンって一気に上がるっていうのは想定できないですね。 で、ESA ーーに関しても、えー、トレンドライン割れてね、過去トレンドライン割れて一気に押し,したと。で、ここからじゃあビヨーンと上に上がるのかって無理ですね。基本的には無理なんで、少しまあ、えー、一気に少し戻したとしても、もう一回売られて。ただ、ここら辺まで上がれば、仮にここら辺まで上がればね、 少しま,あまたさらに上に行く動きにな,なりやすいですけどそれは厳しいんじゃないかなとね強い動きだったらこんだけ落ちたら一気にすぐ戻してきたりするんで、まあ、それがない時点で、えー、かなり厳しいかなっていう状況ですね結構まあビットコインも下落してあの動きが今の動きがもう4月ねまだ18ですけど7、まあ、月末までにね上昇トレンドとかね 突き足とか週足をいい感じにその要線で終われるのかっていうと厳しいんですよね。なんで8月も売られる可能性、さらに下がる可能性もありますし、えー、9月とかね、そこら辺はわかんないですけども、もう8月ぐらいを考えていくと、えー、7月が突き足でビットコイン、えー、陰線確定すると、えー、このね、 アルトとかイーサー含め、まあ、イーサーもそうですけど、他のアルトコインとかも相当厳しい。こっからだから上がっていけるのか、例えばね、このイーサーとかも付き足とかで、まあ何でもいいんですけど、どの銘柄でもみんな陰性なんですよね。これを7月、はい、陰性で確定しましたってなって、8月一気にビヨーンと上がっていけるのかっていうと、うーんって感じ。もう想像できない。この動きからは。ですね。 あのなので、あんまりその買うとか、えー、もう現物とかっていうよも、もうアルトに関してはもう放置ですね。まああるとでトレードしたいとかっていう方は、まあトレードしてもいいですけど、あんまり、えー、メリットないかなって感じです。E さんに関してはまあ、こんだけ下落をして、で、こっからそのっていうのは、1ヶ月は待ちたいかなって感じ。うん。 で、ビットコインキャッシュですけども、まあビットコインキャッシュも同様に下落トレンド、もう一発ぐらい押そうですね、ビットコインキャッシュに関しては。少し高値圏で推移して,してるような気がするんで、ここで止まる、止まってるんですけども、ここからもう一発押して、ここら辺までね、押して、その、急、え、騰、ー、前の水準まで下落してもおかしくないんじゃないかなと。ストーン一瞬でもね、ストーンと押して、ストーンと戻すみたいな動きがあったとしても、えー、おかしくないんじゃないかなと思って。です。い以上に。 うん。下落してもおかしくないと思ってます。で、ライトコインですけども、えー、下落した後に、えー、一瞬反発してますね、えー。上昇してトレンドライン割れて下落。少し、えー、反発幅が他のアルトよりはでかいです。リップルとかイーサーとかビットコインキャッシュはね。この幅。いやここのラインからここまで戻ってきてると。急落して。まあ 二、三十パーセントぐらい戻してるのかなさっきコインチェックで見たら二十パー、十九パーぐらい戻してるみたいなこと書いてあったんですけど。えー、なんか結構まあ強い。えー、ライトコイン、えー、アルトコインの中でもライトコインは強い方かなというふうな感じです。うん、だからといって、じゃあこれを買いと判断するのかっていうとは、また別ですけどね。どうなんだろうな。 まあみんな迷ってると思います。あのね、あの大きく動く時っていうのは、これも教えておきますけど、あの市場がね、大きく動くとか、大きく上昇していく、大きく確保していくっていうのは、みんなが、市場全員が一致して、えー、エントリーするっていうのはね、必須なんですよ。それがなかったら、なんかね、その陰謀論的なこと言ってるわけじゃないですけど、えー、ヘッジファンドが参入とかね、クジラがとかね、えー、テザー法とかね、そういうのは、そういうのも、別にどうでもいいんですけども、あの大事なことは、 えー、みんなが、そのね、ヘッジバンドとかよくわかんないけども、そういう大口とか含めて、小口っていうかね、個人投資家含めて、みんなが、えー、買うっていうのがあるから、い大きく上がるんですよ。えー、2017年のマスとかもみんなが買うわけですよ。あれは、えー、個人投資家も買うし、で、ヘッジバンド、大口も買ってるわけですよ。だから大口は、えー、ある程度利益の値幅が抜けたら、すぐ売り抜け、早めに売り抜ける人もいるわけです、当然ね。わかってるから、こう急上昇したら、 バインクライマックスみたいになって急上昇したら急とすればするほどえその後一気に急落するからだけどまだまだ上がるっていうのを分かってるから買っておいて買い増しして買い増しして買い増ししてズドーンと上に行ったところで全部売るの要はチキンレースみたいな感じですね、えー、誰かが早く売り抜けたもん勝ちみたいな、うん、だそういう相場はみんな分かってるからね分かってる人はえ早く売り抜けるわけですけど分かってないそのね最近ニュースで見て 仮想通貨で億万長者増えてるから買ってみましたみたいな層がいて、それでまあ、何て言うのかそういう人たちはもう、高値圏で買って、損切りもせずにずっと放置みたいな感じになってるわけですね。もちろんオク州の方が買う量多いんですけど、やっぱりそういうね、チリも積もればじゃないですけど、これからね、投資始めたいっていう層も、層分の資金もやっぱりチリも積もればっていう膨大な量が2 0 1 7年末に一気に買われてっていう動きになってます。で、今回の、えー4月、7月 えー、6月4、5、6あたりでの急上昇っていうのはあれはまあ一般投資家ではないですよねあと最近始めたばかりの仮想通貨投資家が、えー、買ってまあ急上昇したっていうよりもやっぱり今までの,その投資家、ね、仮想通貨プレイヤーが えー、買っていったといいう動きだと思いますで、えー、買いが加速してバインクラマックスみたいなので早めに売り抜けてストンと落ちる動きも分かってるそう、えー、なんじゃないかなと思いますだからそんなに急落してないんですよね急落して今よう、えー、に見えますけど150万100万まで下落してますけどそんなにその要はもともとが えー、例えば40万とかから、ね、上がってきて、一気に、えー、150万まで上がって、で100万ぐらいまで調整なんで、正常な範囲なんですよ。僕が言ってるのは、あのー、2017年末とかは、えー、もっと低い価格からね、一気に11月、10月あたりから40万、50万から一気に200万まで上がって、230万まで上がって、一気に急落して、 えー、一番低いと65万とか70万ぐらいは2月ぐらいに下がってね 2018, 2018か、えー、下がってっていう動きだからだいぶ下がってるんですよね半分以下、えー、か,か3分の1ぐらいになってるわけですよ、えー、だから、えー、一旦150まで上がったらまた50万ぐらいまで下がってるイメージですねだけど100万ぐらい止まってるんで今現状はもちろん来月以降とかにまた下がって40万50万まで下がるっていう可能性あります、えー、だけども どっちかっていうともうそんなに売られずに70万とか80万で再度折り返してずっと連ジになってまたさらに上に上がっていくっていうのが2019年というか2020それ以降になってくるんじゃないかなとだから再度最低な200万超えていくんじゃないかなというふうには思ってますねあの別にその希望的観測じゃなくて僕はなんかビットコイン信者だからじゃなくて なんか冷静に考えてそんな感じはしますね。ログスケールとかで見て、変動率で見ると、全然その普通に上昇トレンド作ってるだけなんですよね。なので、えー、また再度230万とかをもう今,こと、えー、今年末とか、えー、2019年末、ね、これでとかに超えてってもおかしくないんじゃないかなというふうに思った。その時にビットコインはその動きがあるっていうのはわかるんですけど、じゃあそういう動きになった時にアルドがどうなるのか、イーサー、リップル、もしくはライトコイン、ビットコインキャッシュ、この4つ使用、 えー、アルトコインの 4, 4種類がどこまでついていけるのかっていうのは分かんないですもしくはビットコインを超えてくのか、えー、とかまで全然分かんないですけど今その兆候は全然ないですもうビットコインが一強でそれ以外のアルトはもう全部弱いでいかんせんその2017とか、えー、それ以前とかね去年とかも人気を起こっていたリップルはめちゃくちゃ弱い動きでライトコインは前からまあちょっとまあ有名っちゃ有名でしたけど、えー、今年は相当強くなってると で、ESA ーーは微妙。えー、ビットコインキャッシュは微妙。えー、なんか、まあ、それなりにって感じ。イーサーとビットコインキャッシュはそれなりに上がってるなって印象ですね。なぜこんだけリップルが弱いのかっていうのはもう謎ですけど、もう弱いものは弱いんで、うーん、なんかそこにね、なんか変な考察して、えー、もう深く考えても意味ないんですよ。もう別にそれで、あのー、なんていうの、評論家じゃないしね。うん。なんそこになんか深いテーマが、で、あの、 コインポストとか、えー、コインテレグラフとか見てわかるようにあの以前はね去年の末とかは、えー、リップルが、ね、9月とかに据える前とかに急上昇して、ね、30円ぐらいから一気に87円とかも上がった時あってそのあたりとかもう本当にリップルばっかり検索されてたんですよだからそれが今ないんであのそういうタイミングが来ればまたねリップルリップルリップルみたいな感じで爆上げしていくだそれはねか 感じてほしいんですよ市場今はリップル全然い弱いんでな、えー、はい、なんか均衡と提携しましたって,って一瞬プチ上げしたりとかしますけど、あの弱いんですよね。そもそもチャートが弱いんで、チャート形状が。もちろんファンダっていうの重要なんですけど、ファンダでリップルだけが単独上げできるほどの強いファンダは、えー、直近でないですし、えー、今後数ヶ月で出てくれば、えー にそれでまたねリップルに風が吹くみたいなイメージで、えー、リップルがまた、えー、新しい新規の人たちに 知れ渡っってていいけけばまたリップルだけが単独上げとかかうのはあり得るかもしれないどん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 そのリップルが注目のリップラーみたいな増えていくっていうのはあると思いますけど今現状はこんだけ弱くなって弱いんでリップラーね逆にリップラーはもう撃沈してるって感じだと思うんですよもちろん僕はリップル嫌いじゃないし持ってる部分ありますけどねリップルもいいサーも、えー、ビットコインキャッシュも現物で持ってる部分もありますし、えー、動かしてないですけどね先生ねあのー、もう単独、えー、短期トレードはしないんでそこら辺は たまに、なんかたまにいじる。余ったお金、日本円とかね、やるぐらいですけど。うん、まあでも今は買いたくないですね。しばらくえ放置して、ビットコイン、もう半年とか様子見ていいんじゃないですかね、ビットコインのチャートとか。で、それであるとか、とか、ビットコインチャートとかがどうなってるのかっていうのを見て、現物投資。現物投資に関しては、基本的には中長期投資になるんで、数ヶ月に1回、 ドルコスト平均法的に買うっていう感じとかもしくはチャート見てね、えー、上がったところで買うんじゃなくて下がってきたところで押し目でしっかり何回も買います買います買いますっていうことを繰り返して、えー、3年後とか5年後に照準を合わせてい、えー、くっていうのはいいんじゃないかなと思います特にねその短期的にね1年で億万長者になりましたっていう人とか見てすごい憧れると思うんですけども大事なことは3年5年10年とどん,どん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 資産を右肩上がりに増やしていくっていうことが本当の投資家とか えー、金融業家として重要なことですので、と人生レベルで重要なことなんでね、えー、1億円とかね、1年で1億円とか稼ぐのは重要ですけど、じゃあ、その1年で1億稼いで、ね、翌年も 1, 1億とか、もしくは何億、それ以上、えー、何十億とか稼ぐっていうのはすごいことですけど、それできればすごいですけど、基本的に1年目で1億稼いで、2年目を何億も稼ぐっていうのはきついんだよね、基本的には。僕も、えー、 奥は超えてますけど、やっぱり1期目の売り上げよりは2期目下がってますんで、えー、てかまあ、海外に移住したりとかね、いろんな手続きやりながら、よく億単位超えたなって感じですけど、ね、えー、自分でも思いますけど、でもそれはやっぱり大変だったんですよね。やって思いましたけど、えー、そうっす、海外移住しながらとか、引っ越しとかね、いろんな手続きで、ビザ取ったりとかね、もう、ごめんどくさいことはいっぱいあったんですけど、今は本当に、ね、逆に、で、また赤ちゃんとか生まれて、去年も本当に忙しかったんですけど、 えー、今年もまだ忙しいんですけどね、子ども、子育てとかも2人でね妻とこ、えー、僕だけで住んでますんで、あ,、まあ、あとポメラニのクーちゃんもいますけど、あの <laughs> 役には立たないというか、可愛いんですけど、可愛いで癒し効果あるんですけどね、実務はやってくれないんで、あの本当にね大変なんですけど、その中でもあの頑張ってやっていくのは本当に大変なんですよ。まあ、なので 皆さんね、もう皆さんもただ仕事しながらとか、主婦の方とか、まあ、いろんな学生の方とかね、えー、学校も仕事も主婦も忙しいと思うんですけども、その中でね、トレーとかやってる方多いと思いますんで、大事なことは資産を爆発的に増やすっていうのは大事って大事ですけど、一番大事なことは失わない。ね、えー、微損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 ね、えー、大きな損はしないで、小さな損でたまに大きな、えー、利益を狙っていくとか、もしくは中ぐらいの利益を狙っていく。 もしくは、利益で撤退しても、えー、マイナスにならなくてよかったなって状況を作りつつ、だん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 、えー、資金は増えていくっていう状況。でこれを作り出すってことが一番重要ですので、えー、焦らずにね、コツコツ資金を増やしていってもらえればなと思います。えー、ということで、本日のね、えー、あトコこンにの総応分析は以上になります。他にもね、分析したいんですけども、 アルトコインそう分析してもね、もう暴落しか、もう何て言うんですか、暴落プラス、あのー、なんかやることないですよね。もうやることなくて、あのー、もうアルトコインに関してはね、もうやらない方がいいですよ、皆さんも。あのただ様子見してあ、たまに一日一回チェックして、はい、異常なし、みたいな感じで。 えー、放置いいんじゃないかなと思います。で、急上昇しているとか、上昇トレンドサイズを作ったなっていうのを見て、えー、買ってくるとかね。えー、それぐらいでいいんじゃないかなというふうに思います。えー、ということで、本日のね、動画が以上になります。えー、ぜひね、本日の動画が良かったなと思ってグッドボタンとチャンネル登録お願いします。説明欄の方に、えー、僕のやっている、えー、投資ビジネスの無料オンラインサロンやってますので、えー、ぜひね、まだ参加しない方は参加してみてください。それ以外に、Facebook、あとはメルマガ LINE アット、Facebook、Twitter、Instagram、 え、メインチャンネルの方もやってますので、ぜひそちらもね、登録やフォローしていただけると嬉しいです。それでは本日の動画以上になります。ご覧いただきありがとうございました。